まあ、こう高校野球にスポット当てて、こう小さい学校が頑張って、まあ、甲子園行くっていうところは、まあ、大筋一緒なんで、まあ、そこはあの鈴木亮平さんも、ね、あの会わせていただきましたけど、あのしっかりこうやっていただいたんで、すごい良かったです。何も変わりませんでしたね。頑張りましたけどね、中学生お願いに行ったりとか、まあ、まずやっぱり部員がいないと野球できないと思ったんで、中学校お願いに行ったりとか、まあ、道具も何にもないんで、練習試合、その大阪大学の先輩のとこに電話して行って、20対0で負けて、先生も負けたのに申し訳ないんですけど、あの捨てるようなボールあったらくださいってことで、バスにねボール積んで帰ってきて、それで練習したりとか、そういうことありました。はい、もう本当になんていうか、こう卒業生の方みんなこうご縁を大事にするというか、あのうちなんか本当に弱い時でも嫌な顔一つせずこう相手していただいたりとか、そうやってボールいただいたりとかもするし、で教えてもらうこともあるし、本当にね、これがなければこんなことなってないと思います。はい、それ対大のいいところですよね。で、まあ、いろんなこう先生になりたいとか、あの競技でトップ目指したいとか、こういう本当にね、いろんな目的持ってくる子たちが、たくさんいるん で、そういう場でこう学んだ経験っていうのは、こう必ず卒業した後の財産になると思うんですよ。で、教員っていうのを目指す子もいると思いますけど、教師ってこれからすごい難しい時代になると思いますけども、まあ、ぜひともね、大々でいろんな経験して、まあ、立派な社会人になってほしいなというふうに思います。